前向いて走らないとぶつかるよ。ジーザス、言わんこっちゃない。チン。俺の名前はミルコ・タダシチ、高校2年生だ。チン。大丈夫？ありがとう。彼女の名前はユズキ・イツキ、俺のクラスメートだ。俺たちはいわゆる友達というやつだ。きっかけは同じクラスになってしばらく経ったある日のこと。たまたま日直が重なって放課後に2人で教室の掃除をしていた時だ。マスクの下が見たい。え？マスクの下が見たい。なんで？いつもマスクつけてるから。同じクラスになってから一度も素顔を見たことないし。そう？しかも体育の時もずっとつけてるし、長距離走の時もマスクつけて走ってただろう。まあ、うん。最初はどうしてつけてるんだろうって好奇心でずっと見ていたんだが、だんだんとその下の素顔が気になってきて。あ、そうなんだ。だから見せてくれないか。それはちょっと。やっぱりダメか。ずっとマスクしてるってことはそれなりの理由があるはずだもんな。理解してくれたみたいでよかった。でも見たい。あれ？どうにかして見せてもらえないだろうか。何でもするから。何でもって言われても。絶対ダメか。まあ仲良くなったら見せてあげてもいいけど。マジで？じゃあ友達になろうぜ。え？そんなわけで俺は彼女と友達になったわけである。後から聞いた話だが、彼女はぼっちだったらしい。私なんかと話してても誰も楽しくないだろうからね、とのことだった。どうも自己肯定感が低いらしい。そんなに卑下することないのに。クラスじゃクールでミステリアスとか言われてなんだか神聖視されてるし、まあそのせいであんまり声をかける人がいないんだろうが。それにとにかく運動神経が抜群だ。どこの運動部にも所属していないというのに、マラソン大会じゃマスクをつけながら陸上部よりも早くゴール、球技大会でも運動部顔負けの活躍をしている。そして何よりも。あいた！ほらここタンコブできてる。痛いの痛いの、飛んでけーしてあげるからじっとしてて。超優しい。なんでこんないいやつなのに友達がいなかったのだろうか。わけがわからん。ともかくそんな感じで俺は彼女と友達になり、こうして朝のランニングを一緒にしているわけである。ゆずきって走るの好きだよな。まあそうだね。走ってる間は頭を真っ白にできて何も考えずに済むから。そうか。それにしても私と友達になるって言ってから毎日よく私なんかと話してくれるよね。こうやって朝の日課にも付き合ってくれるし。だって友達だろ。ミルコくん。それに少しでも早く仲良くなってゆずきの素顔を見せてもらいたいしな。あのさ、ミルコくん。ん？なんだ？もし私がマスクの下を見せたらミルコくんは私と友達やめちゃうのかな。え？だってもともとそのために私と友達になってくれたわけだしさ。そんなわけないだろ。本当に？そりゃ友達になろうと思ったきっかけはそうだ。でもこうやって一緒にだべったり一緒に何かしてきた時間は本物だ。そういう時間の積み重ねが俺とお前の友情を育んでいるはずだ。だから仮に俺が目的を果たしても友達のままだ。そっか、よかった。ミルコくんは私にとって唯一の友達だから。他にも友達作れば。私なんかと友達になりたいと思う変な人はいないって。そうか。あれ、今間接的に俺のこと変な人って言わなかった？突然マスクの下が見たいと言い出す人は変な人でしょ。確かに。納得しちゃった。でも真面目な話だな。そんなに自分のことを卑下することはないんだぞ。絶対お前と友達になりたいってやつはたくさんいる。
まあお前にその気があればだけどな。あのさ、ミルコくん。私の話を聞いてくれるかな。なんだ改まって。私がマスクをしている理由気になってたでしょ。教えてくれるのか。うん、わかった。私にはトラウマがある。いわく彼女の父親は数年前まで日本を代表するレベルのトップアスリートであった。だがそんな人物にドーピングの嫌疑がかかった。実際のところはドーピングじゃなかった。飲んでいた風邪薬がドーピングの検査に引っかかって。そっか。父は体調管理ができなかった自分が悪いと言っていたし、そこまで気にしてなかった。周りも最初はそこまで大きく取り上げてなかった。でもある時テレビの報道でまるで父が本当にドーピングをしたかのように言って。それから周囲の見る目が変わったという。毎日のようにマスコミが家にまで押しかけてきた。彼女の父は俄然とした態度でドーピングについては否定していたし、すぐに騒動も収まるだろうと思っていたらしい。だが父親から何も出てこないと見るや否や、当時陸上のジュニアで超有名人であった彼女に矛先が向いた。家から学校までずっとマスコミに張り付かれて父のことを聞かれた。しかも私もジュニアで結果を出していたものだから、一部からドーピングを疑われたりもした。ネットには私の顔写真が出回ったりしたしね。それですっかり人に顔を見られるのが怖くなっちゃって。でマスクで隠すようになったわけか。うん。なるほど。彼女が運動部に入らない理由にも合点がいった。そんな経験をしていたら人と関わるのが億劫になってしまうだろう。なんと言ったらいいか。もう昔のことだから今はそこまでだし、変に気を使ったりしないでいいから。とにかくそういうことがあって私は人を遠ざけていた。だから友達は久しぶりというか、もうミルコくんしかいないんだ私には。悪い。軽々しくマスクの下が見てみたいなんて言って友達を作ればとか言ったりして。うん、いいのいいの。ただそんなわけだから私と仲良くなってもマスクは外せないかもしれない。それでも私と友達でいてくれる？当たり前だ。ゆずきこそ俺と仲良くしてくれるか？仲良くしたい。でもどうしても今一歩踏み出せない。そんな自分が嫌になる。ミルコくんはいい人なのに。気にするな。ゆっくり行こうぜ。俺たちのペースで友情を育めばいいんだ。ありがとう。まあ男女の友情は続かないらしいけど。ごめんごめんごめん。嘘。男女の友情めっちゃある。本当？本当かもしれない。多分絶対に確約はしてくれないんだ。実際わからないしな。もしかしたらゆずきのことを好きになるかもしれないし。ああ恋愛的な意味でな。恋愛か。私わからないや。経験ないのか？というか人を好きになったことないから、そもそも好きになるっていうのがわからないかも。ふーん。まあ話を聞いた限り昔はスポーツ一筋なスポーツ少女っぽかったしな。恋愛とか興味がなかったのかもしれないな。それにしてもこりゃマスクの下を見るのが難しくなってきたな。諦めはしないんだ。もちろん。まあ無理に見るつもりはないけどな。そっか。何？いやどうせ見るなら笑顔の時がいいな。俺はなんとなくそう思った。それから朝の日課を終えて昼休み。ゆずきのことどうしたものかな。話を聞いた限りではマスクの下を見せてもらうのはとても難しそうだ。なんなら諦めた方がいいのだろう。でも見たい。見たいという気持ちに嘘はつけない。正直ネットで調べてしまおうかとも思った。だがそれは邪道だ。恥ずべき行為だ。
音楽の違法ダウンロードみたいなものだ。まさに俺の心境は、ちゃんと買って聞きなさい、だ。どうした？なんか悩み事でもある？まあ、やっぱり違法な手段で音楽を聴いたり、映画を見たり、アニメを見たりするのは良くないよなって。ああ、海賊版とかね。どうしたもんかな。もしかして、ゆずきさんのことで悩んでる？よくわかったな。まあね、だって最近二人ともよく一緒にいるし、仲良さげじゃん。そうか？隠さなくていいって。あのいつも孤高なゆずきさんがミルコくんとだけいつも一緒なんだし、深い関係なんでしょ？別にそんなことないけど。まあそういうことにしておいてあげる。で、何で悩んでたの？海賊版のゆずきと正規版のゆずきだったら、正規版のゆずきを見るべきだけど、でもそれはそれとして海賊版のゆずきも見てみたいなって。ちょっと何を言ってるのかわからない。楽しそう。キャッキャ。ミルコくんには私以外にも友達がいるなんて、そんなの嫌。ミルコくんは私だけのものに。私は何を考えて。キャッキャ。なんで私にはミルコくんしかいないのに。おや、あそこでこっちを見ているのはゆずきか？何してるんだろう、あんなところで。ちあ、放課後。なあ、昼休みに俺のことじっと見てたけど、どうかしたのか？別に。そうか？なあ、どうかしたのかよ。ちょっと様子が変だぞ。悩みがあるのか？別に。そうか。ただ、ミルコくんには私以外にも友達がいるんだなって、そう思っただけ。あ、はて、どういうことだろうか。あれ、もしかして、ゆずきさん？あ、やっぱりそうだ。覚えてる？私、中学の頃にゆずきさんと一緒に走ったことあるんだけど。え、どうやら昔のゆずきを知っている子らしい。そういえば、どうして陸上やめちゃったんですか？あら、悪いけどさ、今俺たちデート中なんだ。遠慮してもらえるか？あ、ちょっ！ほら、行くぞ。さすがに、ついてこなかったか。まあ悪かったな。ああ言った方がしつこく食い下がってこないと思って。昔有名人だと苦労するな。優しいね。え、いやいや、友達なんだ、当然だろ。やっぱり。あ？私だけのものにしたい。え？それから視界が暗転した。パチクリ。目覚めた？あれ、なんか見知らぬ部屋のベッドで手足が拘束されているんですが、これは一体どういう状況だ？私の部屋にミルコくんを拘束しているの。なんで？なんでだと思う？そうだな、ゆずきにとって唯一の友達であるところの俺には、ゆずき以外にも友達がいて、ゆずきはそれが我慢ならず、俺を独占したくなってベッドに拘束したとか。え、心の中を読んだのってくらい当たってるんだけど。え、そうなの？そう、私はミルコくんを独占したくてここに拘束したの。え、私にはミルコくんしかいないのに、ミルコくんには他にも友達がいて、そんなの嫌。いつか私が必要じゃなくなったら、ミルコくんがどこか行っちゃう。そんなことは。だから私なしじゃダメな体にする。ジーザス、何されちゃうんだろう俺。ミルコくんの友達は私だけでいいんだ、そうでしょ？
目のハイライトはどうやって消してるんだ？塩酸。それ溶けてね。ああ、仲良くしよう。私と一緒にあんなことやこんなこといっぱいしよう。手をつないだり、あんとかしてみたり。なんかそれ友達っていうより恋人みたいだな。ともかく、ゆずき、お前のそれは友達なんかじゃねえ。どういう意味？お前のそれは相手に依存しているだけだ。友達なんかじゃない。じゃあ友達って何？そんなこと俺が知るか。少なくともな、友達は自分の思い通りにするようなそんな存在じゃねえだろうが。お前が欲しいのは自分だけを見てくれて自分だけを構ってくれる、そういう都合のいい存在じゃないのか。それは人形と何が違うんだ？でも私、ミルコ君とあんとかしたり一緒に寝たりいろいろしたい。それも友達じゃなくね。ごめん、私はミルコ君を人形にしたいわけじゃないの。ごめん。わかってくれたならそれでいいよ。とりあえず法則を解いてくれないか。何かお詫びをさせてほしい。え、いやだから法則を解いて。そうだ、私のマスクの下を見たがってたよね。それで許してくれる？やめろ。こんな状況で見せられても何も嬉しくない。どうせ見るならお前が笑ってる時がいい。そんな今にも泣きそうな顔を見せられても嬉しくないっての。いいって、とりあえず拘束を解いて。他に何をすればお詫びになる？だから拘束解いて。缶は9台。うん。もう怒ってないからそんな顔文字みたいな顔するのはやめろって。でも、ああ、にしてもさっきのゆずき怖かったな。おしっこちびるかと思った。よくあの状態のゆずき相手に言い返せたもんだ。すごいな俺。にしてもあれだな、お前のやりたいことって友達ってか恋人みたいだよな。え？だってあんとか手をつなぐとか添い寝とか友達はやらないだろ。もしかして俺に惚れてるとか？で、そんなわけないか。ゆずきは人を好きになったことないんだもんな。あ、どうかしたか？うん、なんでもない。そうか。そっか、私、ミルコくんのこと。まあ、何にしてもだ。これからもよろしくな。友達として。私、ミルコくんと友達やめたいかも。え？よかった、今顔見られたら私。友達やめたい。友達やめ。おまけ。ミルコくん好きなタイプとかある？そうだな、時々このタイプかな。ポケモンの話じゃないから。え、じゃあ何の話？だから好きな女の子のタイプを聞いてるんだよ。あーん、そうだな、時々。やっぱ例えるなら。例えるなら、このタイプみたいな女の子かな。なんでポケモンで例えるの？ダメか。じゃあ好きな女の子のタイプをポケモンで例えるなら。サーナイト。そんなん関係なくない？あれ、エスパーペアリータイプだよ。ちなみに中の人は年上犬側がタイプだって言ってた。いらない情報だよ。